はい、えー、どうも、えー、今回のテーマはですね未来を変えるたった一つの法則です未来を変えるたったたたっったつの法則いやこれね多分有料級の話だと思いますのであのぜひ聞いてみてはいかがでしょうか、はい、みんな未来変えたいと思っても未来変えられないじゃないですかでもねこれ変えられる方法はあるんですよ みんな未来変えたいとかなんか人生変えたいとか思ってるけども変えられないじゃないですかでもこの法則をしっかりと勉強して頭にぶち込むと未来は変えられるんです、はい、もうこれたった一つしかないんですよもう僕もいろいろ勉強してきたんですけどまさにこれだなともうこれしかないっていうねこの究極の法則があるんですね究極ですもう未来変わりますからマジでこれを理解して実行するとですよこれ理解して実行 でもね、これね、うーん、ま、じゃあもう言いましょう。言いましょう。今日は早めにちょっと終わりましょう。僕も疲れてるんで、早めにちょっと終わりましょう。じゃあ未来を変えるためには、どういうことをしないといけないのか。こういう法,法,法則があるんですね。じゃあ、例えば、例えば、うーん、今日はですね、あ、そう。さっきご飯食べてきたんですね。ご飯。ご飯。で、あの、吉谷さんと、今日、ご飯どうしますかと。 いやーちょっとゴッツ、ちょっとき今きついっすねと。体力的にちょっときついっすねみたいな。まあ、僕、ゴッツ行くと毎回フェイスブックライブやってるんですよ。フェイスブックライブやるのもちょっときついなぁ思って。で、しかも雨降ってるんですよ、今。あわしかもから結構疲れてるから。いや、ゴッツはちょっときついっすね。どこ行きますかみたいな。みたいな話になったわけですよ。で、まあ最終的に、じゃあ、ここを行きましょうっていう。ここ,こ ここどこでしたっけあココスだココスを行ってきたんですよでココス行って僕雑炊食べてきたんですけど未来変えてるじゃないですか未来か変えてますよね今の話が全てですからね <laughs> おい吉谷と意味が分からんぞと思ってるかもしれないですけど今の話が全てなんですよざっくり言うとご飯を食べに行く ってまず思うわけじゃないですか。ご飯を食べに行きましょう。ご飯を食べに行くっていうのが決まるわけじゃないですか。頭の中で。じゃあ今度どこに食べに行くかっていうところで悩むわけじゃないですか。じゃあここ行きましょう。行くじゃないですか。ね。未来変わってるわけですよ。例えばじゃあご飯を食べに行こう。ッツつ行くっていうふうに決めたらごっつ行ってるわけですよ。ご飯を食べに行こう。どこに行くじゃあ ココスに行こうつっ,ったらココスに行くっていう未来になるわけですよ。これわかるかな。これ簡単で深いんですよ。もう一度言いますね。ご飯を食べようと思った時に、まあ選択があるわけですよね。いろんな場所に。吉しさんと吉牛買ってきましょうかとか、まあいろいろあったんですけど、じゃあちょっと食べに行きましょうと。じゃ食べに行くってなった場合、じゃあご飯を食べましょうって。じゃあご飯を食べるのにも。えー この事務所で食べるのか、それとも外で食べるのか。じゃあ外で食べます。じゃあ外で食べるってなったら外いっぱいありますよ。どこ行きます？いやこっちはちょっと無理だな。じゃあココス行きましょう。っていう感じで未来が変わってません。これなんですよ。もう一度言います。もううざいからやめときましょう。じゃあこれね、あのー、分かりやすく言うと例えばじゃあ、あのー。 自分がお腹空いて、まあ、僕吉牛好きなんですけどじゃあえ吉牛行ったことある人はあご理解いただけると思いますじゃあよし牛丼食いたいなと思うじゃないですか今日ちょっと牛丼食いたいなと思った時に吉牛かすき家か松屋が浮かんでくるわけですね牛丼食べに行きたいなと吉牛か松屋かすき家だけどですよ僕の場合は牛丼って言ったらもう吉野家って決まっているんですね もう吉野家の牛丼なんですよだからもう牛丼イコール吉野家なんですけど牛丼食おうと思ったらもう吉野家に行ってるわけですよ。で吉野家に行って行ってるともう目の前に牛丼があ出てきて食べてるわけですよ。わかりますこれ思考が実現化してるっていうかっこれが確固たるこの分かりやすい例です。ね吉野家にあな牛丼食べようと思って本当にそれを牛丼本当に食べたいと。 めっちゃ食べたいと思ったら数時間後目の前に牛丼が置いてあるわけですよ。もう一度見ますね。めっちゃ牛丼食いたいめっっちちゃゃ牛牛丼丼食食いたいいいたたももううだと思ったら数時間後目の前に牛丼が現れるわけですよ。すすごくないですか、まあ、何かっていうとこれが最初のここのここの感情レベルというかね こまあこれ松下幸之助さんとかは「思うことが大事だよ」みたいなね、えー、まあ抽象的にまあ言うんですけどもここの自分がどうしたいのかっていうところがめちゃめちゃ強いとこれが叶うんですよ。でなんでかなうかっていうとここ絶対こうしたいっていうものが決まるとそれを成し遂げるために人っていうのは行動をするんですね。 だから吉野家めっちゃ食いたいめっちゃダメだ食いたいと思ったら吉野家が目の前に牛丼が目の前にあるわけですね自分が行動して吉野家を探して行ってるわけですから,だからそれと原理原則は一緒なんですよただ吉野家の場合はそこら中にあるしそこら中にあるしじゃあ見つけてお金出せば吉牛が出てくるとこれ簡単じゃないですか これは簡単に未来を変える方法なんですね簡単でもうめっちゃ誰でもできるじゃないですかお金さえあれば300円400円ぐらいあればよしいっぱい食えますよもう簡単ですよねただほとんどの人がこれ叶えられないっていう理由っていうのがそこの思ったとししてもここのプロセスが難しいんですよだから難しいんでここを成し遂げるためにはこの難しいことを成し遂げるためには何が必要かっていうと一番初動のここなんです ここの初動がこの難しいことを乗り越えられるぐらい強い気持ちがあるとここを乗り越えられるんです。だけどここがちょっとじゃあちょっとまあなんかちょっとお金稼ぎたいなもうちょっと収入があったらいいなっていうちょっとだとここ難しいんでここを乗り越えるここね突破できないんですよ。だけどここが強いとここが強いとこっちを、ね、難しくても乗り越えられます。じゃあ吉野家の話にしましょう。 吉野ね。今日腹減ったな牛丼にしようかないや牛丼やっぱ牛丼牛丼微妙だなあでもまあ、牛丼うん,うん別に牛丼いくかラーメンでもいいかじゃあラーメンに行こうかなあ牛丼あまあいいや今日、家にしようわかりますこれねよし牛愛がないんですよわかります、ね 牛丼愛がないんですよ。<laughs> 牛丼愛がないんですよね。なまあ、まあ、まあ、いっか。今日は家でいいやってなるわけでしょじゃないですか。でも,も、これめっちゃ吉木食いたい。もう牛丼ラブみたいになれば、もう絶対もうわ牛丼みたいになるわけですよ。 たかが牛丼食いに行くっていうプロセスでも最初の,その牛丼愛が強いか弱いかによって牛に行行くのののかかかないのかっていうのが変わるわるけですよね。好、ま、き、あ、屋でも松屋でもどっちもいいんですけどもわかります多分これね身近な生活の中で絶対あるはずなんですよで絶対ね小さいことであるなら未来を変えてるんですよみんなみんな小さいことだったら未来を変えてるんですよ 本当に、まあ、食べ物が一番わかりやすい例だと思いますめっちゃあれ食いたいなと思ったら行ってるんですよそこまで例えばちょっと遠いラーメン屋さんももうあそこのラーメンめっちゃ食いたいなと思ったら行くわけですよぶっちゃけですよぶっちゃけぶっちゃけゴッズってここからゴッつ行くと歩いて15分ぐらいかかるんですよで飯も食う時間も入れたりとかするとゴッつに行くと往復1時間ちょいかかるんですよ僕ライブもやってるんで1時間ぐらいかかるわけですよ だけどゴッツめっちゃ食いたいと思ったら行くんですよ歩いてこっから15分ぐらいです歩いてめっちゃ食いたいってなった場合でもその気持ちが弱いと行かないんですねだこれはね本当に身近な生活の中に実はその未来を、えー、僕たちっていうのは変えてるんですよ小さい未来っていうのうん で未来が変えられないっていうもしその収入を変えられなかったりとか自分が思うように言ってないっていう時はここのまず一番最初の入り口があの思う気持ちが本当に弱いっていうだけなんですよ思う気持ちが。これねまあ仕事でも何でもそうなんですけど例えばうーん、えー、これ絶対やらんとあかんっていう重強い気持ち特に今僕今。 ちょっと仕事やってるんですけど、これも俺は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 あ違う言えてねえな。大原さんともやべえみたいになってるわけですよ。もうめっちゃ強いんでブワーやってふみたいになってるんですけど、もうちょっとさすがにこれで仕上げんとあかんなと思って強いんですね。思いがなんか今ブワーって書いてもうね。手がね。久しぶりに痛いですね。<laughs> うん。 だその仕事でもそのこの仕事に情熱があるとう,うわーってなるじゃないですかでも面倒くさいとかやりたくないことってもう嫌な,なんでそこに対しての,あの行動がやっぱりい,いかないんですよね、うん、だうまくいかない人とか未来を変えられない人っていうのはもうね抽象度が高いですけども抽象度が高いですけどあの情熱がないっていう。 仕事でじゃあ成功すするる人ってどういういい傾向があると思います仕事で成功してる人とかもう、まあ、本当に一般的なじゃあユニクロの柳井さんとか、えー、ソフトバンクの孫正義さんとか、えー、稲森和あのー、ね KDDI とか、えー、京セラの名誉会長 JAL 債券稲森和夫さんとかねそれ本当に名だたる経営者とかね成功してる人僕なんかその人たちに比べたらカス中のカスですけどじゃあその人たちってなんで成功してると思います なんでそういう偉大な成功を成し遂げたと思いますかね誰よりも仕事に対して情熱があっただけなんですよ。いやマジっすよ。これマジっすから。誰よよりも仕事に対して情熱があっただけなんですよ本,田総一郎さん本田総一郎さんとかもそうですよ。めっちゃエンジン作るのとかもうめっちゃ好きだったんですよ。めちゃめちゃ俺はもうめっちゃ好きやねんっていうね情熱があっただけなんですよ。まあ、本田総一郎さんの まあ本田添一郎さんね本田添一郎さんの本とか読むと、まあ、そういう話出てきますめっちゃ好きなんです仕事に対して情熱じゃあ仕事に対して情熱がある人とね、まあ面倒くせえなきゃ仕事だるいなーって思ってる人これ結果どうですかじゃあ出世する確率給料が上がる確率どっちの方が高いですか おめっちゃ仕事好きやねんと情熱この仕事なんとかおめっちゃこう頑張ろうとかねもうお客さんの接客が今日も楽しかったなみたいな、ね、やば今日も頑張るぞみたいな情熱がある人仕事に対してとめんどくせえみたいなめんどくせえ今日だりーみたいなうわめんどくせえだりーなーって思ってる人どっちの方が給料上がる確率が高いですかそんな分かりますよね考えなくても <laughs> って話なんですよ って話ですだから未来を変えるたった一つの法則っていうのはその物事に対してどれぐらいの情熱熱量を持ってやるのかっていうところが熱量をも持つのかっていうよしぎゅう一つ行くのにもゴッツ行くのにもどれぐらいの熱量でゴッツに行きたいとか思ってるのかそれともど,どれぐらいの熱量でよしぎゅうに行きたいと思ってるのかによってその後の行動は変わってその後の行動が変わって未来が変わるわけですよ。 どれぐらいの熱量で吉牛が食いたいのかと思ってるのかによって目の前に吉牛,牛丼が現れるか確率は高くなりますだけどその吉牛に対してのね思いが熱量が少なかった場合はね、えー、コンビニの牛丼が目の前にあ,あるかもしれませんまあ、とりあえずコンビニの牛丼でいいじゃんねみたいなねコンビニの牛丼でいいやみたいな牛丼食いたいなでもまあちょっと吉牛まで遠いから。 コンビニでコンビニの牛丼でも食おうかな。みたいなで、目の前にコンビニの牛丼になるわけですよ。だけど、吉牛ラブがあると目の前に牛丼が出てくるわけですよ。吉牛の。って話なんです。で、これもね。本当にね。マジで結構ね。も、ま、う、あ、おちゃらけて言ってますけど、これガチでこれしかないんですよ。法則で未来を変える法則って。 これをね、多分理解できるかできないかっていうところなんですけど、みんな、なんとなく、うーんーとか、へーとか、もしくは、うーんー、なんかこいつまたなんか言ってるよみたいな感じだと思うんですけど、これしかないんですよね。本当に。本当にこれしかないです。僕もいろいろ10年以上勉強して、いや、吉谷と、もっとあるぞと、いや、違うと、いろいろあるぞと。いや、確かにいろいろあるんですよ。 確かに未来を変える方法っていうのは確かにいっぱいあるんですよ。方法は。方法はいっぱいあります。方法は。テクニックとか方法はいっぱいあります。未来を変える方法だったり。でも法則的なものはこれしかないんじゃないかなと僕は思ってます。これが本質的な部分でこれが法則と言えるものなんじゃないかなと思います。なぜならば、えー、多分この動画見られてるあなたも、うん、ちっちゃい未来を自分の思いで変えてるんですよ。飯食うにも。 じゃあコーラが今ちょっと冬になっちゃいましたけど夏めっちゃコーラ飲みてえと思ったらめっちゃコーラ飲みたいと思ったらコンビニ行って何買いますかコンビニめっちゃなジュースあるんですよ。ねめちゃめちゃジュースあるんですよコンビニ。でも自分がめっちゃコーラ飲みてえと思ってた時はふっとふっとコーラを取ってですねレジにバーンってたうわーみたいにならないですかでもそのコーラに対しての強い思いがなかったらね エナジードリンク買ってるかもしれないじゃないですか。<laughs> ね、って話なのわけですよ。じゃあ未来変わってるわけじゃないですか。でもコーラにコーラ飲みてクシュワーあれうっきょーいきたいってもううわあれってなったらもうコーラプシュー開けてぷワー飲んでるわけですよ。本当本当そうだと思いませんこれをね腑に落ちて理解できるまでいけば。 多分あの未来は良くなると思います。あとはこの法則に従ってやっていくだけですから。あとはこの法則に従ってやっていくだけです。そうすると必ず未来はいい方向に行きます。自分が思った通りに行きます。で思った通りに行かない場合っていうのは熱量がまだ弱いってことです。熱量がね、うん。その思うことが難しいければ難しいほどその熱量がないと乗り越えられないですよ。 もう一度ますねこのここの夢とか自分が叶いえたいものっていうのが、えー、高ければ高いほど熱量も高くしないと駄目なんです。じゃないと乗り越えられないんですよ。熱量が高くないと。はい、まああのご飯食べに行くとかねそういう小さいことでもその熱量が出てますから。うん ぜひですねここここは理解していいいいたただきたいなというとうろでございますこれしかないと思いますよ。うん、はいということで、まあ、こういったそのどういうふうに考えれば物事はうまくいくのかとか、うん、どうすれば成功し自分が、まあ、成功っていうとねいろんな定義がありますから人それぞれなんですけれども、えー、自分の収入アップだったりとかね、えー、なんだ自分を変えたいとか、えー、そういうことのもっと具体的な詳しい話に関しては。 もっと具体的な詳しい話に関しては10月,10月14日あと,あと1週間後ですね。そうあと1週間後に、ね、あと1億、えー、稼ぐマスターマインドセミナー2、2、2、えー、これやりますのでぜひご参加ください。あと1週間後の土曜日、えー、10月14日ですねで。僕はこのセミナーをもって えー、今年のセミナーはこれで最後とさせていただきます他にもっとねちょっとやる仕事がめちゃくちゃ溜まってるのでもう正直あのー、もう無限界ですねでセミナーやると、まあ、この動画作んないといけないしあの集客していかないといけないんでもうちょっともう仕事が他に溜まってるので、まあ、物理的にきついなと、うん、はいそんな感じでございます なので、えー、10月14日ね本当に自分の人生変えたいとかうまくいってないとかなんかその思ってるんであらば今回のセミナー来ていただくと自分が変わるるきっかけにななことは間違い何いで,で間違いないって言えるかっていうとその今までうまくいかなかった理由っていうのはまあいろいろあるんですよ原因だったり。だけどどそののほとんどの全てが そのうまくいかない考え方をしてるからうまくいかない行動をするんですよ。もう一度言いますね。なぜ今うまくいってないのかっていうと、うまくいってない考え方でうまくいかない行動をするからなんですよ。まあ、うまくいかない考え方だからうまくいかない行動になっちゃいますよね、自然的に。ただしただし、この考え方、行動を促す考え方っていうのをうまくいく考え方に変えると、自然とうまくいくんです なぜならばベースがううままくいくくくいい考え方から派生すする行動なんでうまくいくんででよこれね結構本当ねシンプルなんですよただほとんどはそのシンプルなその仕組みだったり本質っていうところに気づかずこの惑わされてるんですけどもまあ僕はそこに気づいてほしいと思いますし10月14日のセミナーではそこをどういうふうにすれば変わるのか、まあ、破壊しますんでいろいろとお話ししますんで。 まあ、ぜひ10月14日のセミナーはね、来ていただければなと思います。僕も今年最後のセミナーです。うんね、去年もやったんですけど、まあすごい良かったなと思いますけどね、このセミナーは。はい、僕もね、このマインドセミナーって多分ね、あんまやんないんですよ。なんでやんないかっていうと、需要があんまないからです。<laughs> 需要が。めっちゃ大事なんですけど、需要ないんですよ。で、2年前ぐらいに、 心の浄化セミナーみたいなのやったんですけど4人ぐらいかな3人とか <laughs> うん授業ないんですよまあ心の浄化セミナーってなんやねんって話じゃないですか、まあ、そのねまあそういうことを伝えていきたいんですけど興味ないですよね本当は大事なのに本当は大事なのに興味ないですよね知ってますよ知ってる知ってるんですけども興味がないことはもちろん知ってますだけどこれが大事なんで伝えていかないといけないんですよ ただこれ、ね、ほんと露骨にねこの前露骨にめちゃめちゃ出たんですけど断蜜会っていうのをやったんですねで断蜜会っていうのはアダルトのちょっともうちょっとグレーゾーンを攻めてもう簡単に稼ぐみたいなやつをこう断蜜会っていう動画を1本撮ったんですよそしたら一瞬で集まったわけですよおいとおいなんやねんみたいな <laughs> めっちゃ一瞬で集まってマジでみたいな 断密会っていうね、調べ僕の YouTube チャンネルで調べていただければ出てきますけど、今ね、再生数1 5 0 0回くらいあるんですけど、一瞬で集まったんですよ。<laughs> みんな好きなんだろうな。やっぱ結局、結局そこなんか、みたいな。<laughs> まあいろんな稼ぎ方はありますけどね、一番でも大事なのはここですからね。 まあ僕もいろいろ知ってるんでねそのニーズがねそういうニーズがあるからそのニーズに対して提供してきはしてきますけど僕が伝えたいことってのはこういうことなんですよだってここが本質だからうんらここさえぶれなければここさえちゃんとできれば何やってもうまくいくんでうんまあだもねでもみんなそういうの好きなんでだってね弾密会終わった後も「吉谷さんあの弾密会の動画見たんですけれどももう一回やってくれませんか?」と「あれすごいですね」みたいな。 プレゼンテーションなんかね4枚ぐらい適当に作ってで結果こんなボンボンボン,スン,バン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 って言ってるだけなんですよもう分かりやすいな分かりやすいな自分みたいな自分分かりやすいな,みたいな <laughs> 分かりやすすぎだろうみたいなそれもう露骨にこの前に出てもうぶった抜げましたねこんなんでくるのみたいないつも僕なんかセミナー集客する時とかめっちゃ頑張ってるじゃないですかうわー言って1本ですからね びっくりしました,びっくりした、はいまあということでまあ、このねここあの、まあ、一応稼ぐマスターマインド本当に内容はいいし来た方がいいと思うんですけれども、まあ、興味ないでしょだから興味出るように僕は何度も何度も動画撮ってきますよ。興味出させないとこれはこれはね僕の使命だと思うんですね。興味を持ってもらうように訴えかけ続けるっていうそれしかできないですか僕は。うん、でも本当にここが大事ですで。ここがうまくいくとほとんど結構うまくいきます。 であとはそこに対して考え方が変わってさらにテクニックも入るとなお相乗効果でよくなっていくわけですよ。はい。ということでこの YouTube の下に、えー、今年最後の僕の、えー、セミナーのご案内1応、えー、稼ぐマスターマインド2ですね、えー、こちらご案内してますのでぜひお越しください。本当にこのセミナーはねいいんでマジで自分変わると思います、はい、では終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。